おい皆さんこんにちは。九州旅行の2本目ですね。僕たちはどこいますか？ですね、太宰府天満宮の近くにいます、はい、太宰府天満宮って何ですか？おつか太宰府天満宮ってのは福岡県で一番有名な神社かな。で、まあ、そこはなんかストリートフードが結構いっぱいあるから、まあ神社にお参り行くついでにそこら辺回っていきたいなと思います。 OK それじゃあ行きましょう。前にさちょっと疲れたよ、うん、ちょっと休憩してから。そうね、うん、暑いし。あ、皆さん何なんか冷たいもの欲しいな。この保冷バッグ、保冷バッグ、保冷バッグ、いいね、入ってるんですよ。え、持ってきてくれたの？もしかして。ダダーン！グッデイ！ナイス！アボカドディライト。それは？それはアボカド。アボカドディライト。で、これが。で、これは？オリジナルカプチーノ。オリジナルカプチーノ。いいの。うまそう。で、これが？ティラミス。ティラミスですね。ティラミスブリス、ウェイヒヒ、オゲー、これ絶対うまい。なんか暑い時にこれ飲んだら、そうね、マジで最高。今冷えてるからね。じゃあいただきまーす。うん、うわー、うまっ。え、アボカドすごい。アボカド。なんか俺さ、アボカド感じる。アボカドとコーヒーの、ね、何その相性めっちゃくちゃ美味しい。うわ、めっちゃうまい。めっちゃこれさ、カプチーノだからさ、うん、めっちゃちょうどいい甘さ。アボカド、うますぎる。めっちゃ好き。アボカドマジすごい。うん、うまっ。なんかティラミス甘すぎるかなと思ったんだけど、うん、ちょうどそのコーヒーのビターな感じともめっちゃ合う、うんうん、ティラミスの甘さと。これはね、なんか友達と一緒にいる時間、そうね、うん、飲んだ方がいい。最高な時間になる。めちゃめちゃいいサイズなんよ、これ、ね、めちゃくちゃちょうどいい。じゃ飲みながら行きましょうか。そうね、レッツゴー。わっ、返す、ウちゃん返す。ナイス。どこいるの？どこ？傘。わっ返す、ウちゃん返す。傘どこ？傘これ傘どこ？ともいろ傘ね、飛行機に置いてきた。最悪。Jadi tadi di pesawat orang di sebelah kita itu payungnya ketinggalan. Terus kita mau bilang, eh tuh orang ketinggalan payungnya tuh. Habis itu pas kita keluar dari bandara, si Tomo, waduh, payungku ketinggalan juga. Aduh. Tomo Hiro. Ma, その時はグッて飲んどきゃいいから。いいね。とりあえず。いいね。OK。ごめんね。Tomo Hiro beli payung. いいね。いいね。Mantap, bro. Mantap. Wow. 太宰府駅。めっちゃかっけえね。あれなんかよく知らない人間違えてあそこ神社だと思っちゃうんじゃない？そうだね。そうだね。じゃあここからが参道になりますので。OK、Let's go。Let's go。めっちゃ綺麗、見て。うおー、うわ、噴水ですね。綺麗。ナイスよ。お、魚あるね。これ金魚だね、金魚。あ、じゃあ、いかんかい。これ何？これ中国のあのさ、キリン？中国のさ、指針っているやん、あのスザク、キリン、ヤッコ、ホウ、スザクとホウ一緒か。これはこの池はこれ、あの、お手を清める、あの、手洗うやつ。あ、手洗うか。そう、コロナで。なるほど、綺麗ですね。そうね。オーケー、オーケー。
次は本殿やな。これ何？真ん中は神様が通るところだから、そうじゃん。左側通んだけど、ここステップしちゃいけない。ここ飛び越えて、そう、ここ越えて、ああ、そう、そうそう。それなんで？これは何だっけ。まあその何、入るっていうのを、まあ、ちゃんと認識するためなんかな。なるほど。Oke guys, ini dia kuilnya. Wadidaw. Dan daerah kuil biasanya kayak gini nih, suasananya. Tadah. Mantap. Ikura? 200円。 Hah? 200円。 Oh, それ?こんな感じで水につけると、ここの各項目で占いが出てくる。いけますね。オッケー。うわー、すげえ。あ、大吉や。やった。俺大吉だ。大吉。大吉。やった、大吉。俺も大吉。うわ、すごい。こうなってるんだ。吉は？吉。へえ。すごい。見せて見せて。見えるかな。ああ、薄いね。ちょっとね、なんか光がこう当たると見えるって。あー、なるほど。そうだよね。やばいやばいやばい、雨が。雨がやばい。学問は安心して勉強しなさいだってですね。健康は体力絶好調。OK! ナイスよ。シャー。雨やばすぎる。やばい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 。やばいやばいやばい。じゃちょっと避難する。雨やばいやばいやばい。雨やばいやばいやばい。やばすぎる。やばいって。やばい、雨が。箱根の二の舞やん、これ。そう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 。もう、ひら。やばいやばい。やばい。タイプだ、これ。タイプだ。やばい。わわわわわわ。箱根神社と同じ感じや。やば。いや、雨に歌えばしなくていいから。うわ、ちょっと待って、台風直撃。これ台風だわ。いいですね、ガイス。やーば、やばいよ。去年の夏こんな感じかな。マジでそう。去年の夏本当にこれやばい。やばやばい。観光できるかな、後で。終わりだ。行きましょうか。やばすぎ。うわうわ。先だよ、うわ、やばい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 。これ相当でっかい声で喋んないと入んないよね。そうだね。これ一番と反応する。うわ、やば。バンジル返し。えぐい、えぐい。背中がやばい。もうそう、俺もびっしょびしょ。俺もやばい。なんか水色だからめっちゃ目立つ。えぐ。これはい、じゃあちょっと雨やばいのでカフェに入りますね。はい、ちょっと梅ヶ山市とかね、かき氷とか食べながら。はい。うお、やばすぎ。やば、大雨やな。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。Guys, puasa. Puasa. Macam mana kaki kau ni? Macam mana kaki kau ni? Yaba. Mau, mau, mau. 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 Mau, mau.行きます。抹茶クリームだね、これ。超うまい。めっちゃうまい。お。じゃあ黒蜜をかけていきます。贅沢。あ、いただきます。じゃあね、僕はね、梅ジュース、これ梅が中に入ってる。
て、でまあジュースやね。いただきます。すごい有名。でもね、そんな酸っぱくなくてめっちゃちょうどいいわ。どうですか？かわいいですね。冷えた感じがいきます。あったかいね。最高すぎて。あったかい。死に当たる。じゃあ、中山からいきますか。はい。これね、お願いします。中に何がありますか？あんこ。あんこか。これ、外がちょっと焼いてあるみたいなやつで。焼いてるのが珍しい。なんかこんな感じであんこがね、入ってますね。開いてないびっくりした。なんかね、三重のあのお土産に長持ちってあるんだけど、本当にその味。外焼いてるのがちょっと珍しい。まあ正直な感想ですね。正直な感想は、まあって感じです。これは春がある。春がキラキラスラトゥススプルエン。おお、まあだって安い。はい、皆さん、ユスケが微妙と言った。これ何？餅？そう。もち。中身何？あんこ。あんこ好きじゃないけど、いただきます。いいね。あくまうちょままかの。うん、普通にうまい。嘘。もじもじ。そう、もちじゃったね。食べる？いただきます。なんか、でもちょっと、そうか、ちょっと味薄い。でもめっちゃもちもちじゃない？うん、もちもちとかすごい。でも味があまりない。その生地の味がない。いただきます。うわ、うまっ。うん、うまい。これうまいわ。うん、うまい、うまい。はい、皆さん、飴やめました、ね、ほぼやんだ。やめました、ほぼやんだから、これからストリートフード、ね、食べたいと思います。レッツゴー。やっぱりね、神社行くとストリートフードですね。そうですね、怒っちゃう。そうやどういうこと？ハモったハモった綺麗にハモった。そうやね。はい、皆さん、こちらアイスめっちゃいろいろある。何？めっちゃカラフル。ルフィチョコレートって何だろう。マニアックワールドですね。マニアックワールドですね。面白そう。じゃあ二つかな。二つね。もちろん。もちろんね。はい。じゃあ、お互いじゃんじゃんいっぱい。おお。ああ。お前これがゲストをお迎えするタイプ。悔しいな。2000円台のあの会計で、おもてなししたかったのに。いや、おごりたかった。やば。じゃあ何味にする？多すぎてわからん。じゃあストブレ、ストブヨ、ストバニ、ストバニとストバニとルビー。オッケー。じゃあこれルビーチョコレート。ルビーチョコレート。匂いはチョコレート。チョコレート、なんかバニラの方が強いかも。なんかブドウみたいな色だね。うん、そうだね。じゃあちょっといただきます。 OK。 これ何やったっけ。ストロベリーバニラ。バニラ。あ、これめっちゃうまいわ。ブドウ。ブドウ。ブドウかも。アングール。ちょっとチョコっぽいけど、なんかベリーっぽい。あ、ベリーっぽい。ベリー、ラズベリー、ブルーベリー系、なんかミックスベリーみたいな。あ、そっち系の味かも。ミックスベリーチョコレート。おいしい。いや
ムンキ、ムンキ、ない、ない、マーマーってなんだっけ、ルマヤン、ルマヤン、ルマヤンか、ベリー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 、マジベリー、あんまチョコレートなんしないそうなんだ。いただきます。ルービーチョコレートね、あ、なるほど。なに、ルービーチョコレート、やかましょ、やかましょ、ベリー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 、え、何のベリーかな、完全にラズベリー、ラズベリー、ね、いやでもこれはルビーチョコレートだからもう説明のしようがないよね。そうだ、ルビーチョコレートっていう味だから、そうだ、俺には分かる、伝わんねえ、まさに一番使わない、伝わらんないから、分かんないよ、お前ルビーチョコレートの味だから、分かんないの、一番分からんないから、ラズベリー、ラズベリー、そうね、絶対ラズベリーチョコレート、そうだね、これストロベリーね、まあ安定の、まあまあ安定の、安定の美味しさやね、これはまた見るぞこれ、あーこれはねめっちゃ見ようとしてバニラストロベリーあー違う、まあ、ストロベリー&バニラミックスでした、あーストロベリー&バニラミックス間違いがねじゃあ次、はい、散歩しようか、そうね、散歩しましょう、うわーどんぐりの森ワリラオ、え、これトトロ、トトロ、かわいい、トトロ、くもくもすかり、トトロくもくもばんがっ、負けないぞいや、負けてくれ、負けてくれうわー、負けないやつ、かわいいトトロ、なんかトトロ見たらさ、スータンの思い出した、あ、確かにスータンめっちゃトトロ好き、でもこれほぼスータンでしょ、そうだね、これスータンで、俺が猫バスうわー、かわいい、そのにギブリアがいせ、なんか呼んでいる、そう、音楽がねー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 のにー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 、お猿さんの、え、お猿さんのおい、これかわいいな、なんかスタに立てあげようかな、俺タオルとか、じゃあ、立てあげようわ、うわー、かわいい、全部、うわじゃあこれ買ってあげようかな、え、でもこれスイカ、違う違う違う、普通の人形でいいや、あ、あれあれあれ、これこれこれ一緒よ、これ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 、かわいい、かわいい、これとかさ、ゲーム結構セクシー、結構セクシー、結構セクシー、5年ぐらい4000じゃあこれが鍋だ、いいね、これ買ってあげるかな、はい、これ買ってあげます、決定、絶対喜ぶよこれ、これ絶対、絶対これ重いよね、うん、俺入らないこれ、絶対無理、絶対無理腕だけやん、腕だけしか入れない、絶対喜ぶね、うん、絶対喜ぶ、うわめっちゃ綺麗じゃん、ここ傘が色々、皆さんね、もしここに来たら、まあ、おしゃれな傘、おしゃれな傘買えるよ、なんか骨組みがめっちゃ多い傘ある、うんうん、あれはなんか昔ながら、ね、そうですね、あの上でボール回すやつ、ボール回したりそうです、そうです、そうです、あのリュートリックスやりそう伝統芸能、これガイス、ブリゴキャアルセンベダン焼き鳥、これ焼き鳥かな、みんなこれ大丈夫、これ焼き鳥のおかきじゃない、これ焼き鳥じゃないの、あ、これおかきですね、柔らかい食感のおかきで、何、おかき、おかき、せんべい、せんべいみたいな、あ、せんべい、焼き鳥に見えたの、そう、焼き鳥かと思った、いや、面白い、じゃあ、七味お願いします、七味を一本、はい、はい、ありがとうございます、はい、皆さん、せんべいですね、はい、せんべいでしたね、ダギンアイムかと思ったね、ダギンアイムかと思ったもう、ダギンアイム気分にいや、じゃあ、ダギンアイムだと思って、オッケー、うん、ダギンアイム、ダギンアイム、はい、いただきます、うん、柔らかい、うん、ドッグで、ドギンアイアン、これは、いや違うだろ
初感めっちゃ抱きやん、マジで。そう、初感抱きやんだよ。さて、柔らかいのせんべいじゃねえ、これぬれせんでしょ。抱きやんでしょ。さて、初感がさて。マジ食べるマジ。なんか、びっくりしたでしょ。なんか、カリカリかと思った。もちもち、へぇ、うまい。なんか桃みたい。食べ食べて。いや、大丈夫。俺はもう、お腹いっぱいすぎる。みなさん、うわ、サワワさん、サワワ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 ね、サワワ、サワワ、サワワ。もうやることそれしかないな。1年間、そうだね、1年間ぐらいずっと変わらないやること。はい、どこ。はい、福岡県はめんべいっていう明太子のせんべいが有名なんですけど、そこのなんか専門店みたいなのでめっちゃいろんな種類がある。へえ。で、ここでちょっとここのお店にしかないお土産とかがあるんで、 OK、 買いに行きたいと思います。レッツゴー。かっこいいね、ゆずれ服が。オセダボイズ、ナイス。うわ、すごい。鳥皮とかあるんだけど。めんべいですね。明太バターとか。あ、鳥皮、うまそう。そう、鳥皮。チキンチキン。うわ。美味しいよ。マヨネーズ。なんかせんべいとめんべいの違いは何だっけ。めんべいは、まあ。せんべいの中のめんべい。いや、めんべい。いや、めんべいはブランドやから。いや、せんべいの中のあれだ。ああ、一緒で。ああ、一種類か。なんか、酸っぱない。ああ、そう。なるほど。で、それの玉ねぎ味とか、ネギ味とか。あ、これ博多限定だって。へえ。そう、なんか普通のめっちゃあるね、スパイシー。そうね。レインとか。あと、これなんか、4種類詰め合わせとか。へえ。そう、ここのお店にしかないやつとかある。なるほど。俺、これ鶏皮かな。鶏皮うまそう。鶏皮、明太バターがすげえうまい。明太バター、これ鶏皮かな。いいね。じゃあ、2つで買うか。オッケー、これこれで。オッケー、オッケー。ゆすけ何買う？これこれ、あのめんべいの明太子。あー、オッケー。まあ一番なんか無難そうなやつ。これなんか買わなくていい。あ、ありがとうございます。大丈夫です。大丈夫です。これなんか買わなくていい。大丈夫。明太子。大丈夫。はい、皆さん、最後に駐車じゃんけんしたいと思います。600円。オッケー、せーの。じゃんけん、じゃんけんぽい。はい、これでしょ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 。さあ、悔しい。トモヒロの番、来ました。じゃあ、ちょっとお前ら運転してもらって。じゃあ、運転じゃんけんしましょうか。ありがとうね。はい、オッケー。僕の運転じゃんけん、ポン。はい、これでしょ。はい、これでしょ。じゃあ、俺が。オッケー、ゆすげー。じゃあ、俺、助手席で案内するわね。はい、じゃあ案内お願いします。オッケー、お疲れ様です。はい、はい、車でね、大塚の家に着きました。はい、大塚の家。はいよ。これから行くね。はい、大塚のファミリーもあって、そうね、ご飯ね。はい、ということで、太宰府の、動画はここで終わりです。オッケー。じゃあ皆さん見てくれてありがとうございました。いいね、チャンネル登録してお願いします。お願いします。せーの、ワンダボーイズ、ワン、ツー、スリー、チワー。じゃあ、またね。またね。またね。チワー。それじゃあ次の動画、レッツゴー。レッツゴー。はい。どうぞ。